った5時40分ですね。もう真っ暗です。毎日、まあ、この YouTube アップするってことを日課にしましたんで、もっと明るいところで撮ればいいんでしょうけどね、部屋の中でとかっていうことも考えてるんですけど、まあなかなかそういったリズムをルーティンワークとしてちょっと、まあ、崩せないというところもあってですね、ちょっと悩ましいところなんですけどもね。サムネイル見ても全く見栄えがしないというか、まあ自分がこうパッと見てなんか見返せるように、何かこう真っ暗とか真っ白とかではなくて、なんか風景とか映したいなと思って、まあ今回ちょっと苦し紛れにヘッドライトでちょっと照らしながら撮影したいと思うんですけど、YouTube 見てたらですね、死ぬ時に後悔する25のことみたいな感じの本の題名があってですね、まあ、その本の要約チャンネルを見てました。今朝のことなんですけども、それで第1位が健康に気を使わなかったってことが一番だったみたいですね。で、まあこのチャンネルが外遊び、まあ、遊びを、まあ、メインにこう動画記録してますので、じゃあ遊びとか、なんかこうランクインしてるのかなと思って、やっぱ気になるところでですね、でやっぱありまして、趣味に時間を割かなかったことっていうのが7位に入ってましたね。で、まあ、これ25個もあるので、広い意味で見たらなんか同じ意味なのかなっていうのがあって、まあ、例えば10位だったかな、なんかやりたいことをやらなかったこととか、あとは夢を叶えられなかったこととかって書いて、まあ、ランクインしてたんですけど、まあ、本当に広い、まあ、大きい意味で考えたら、まあ、似たようなところ、まあ、それを細分化して、まあ、25個に分けたところもあるのかなと、まあ、定義とかなんか細かいこと言ったら違うと思うんですけど、なんか私はそうやってちょっと解釈して、したんですけど、でただ面白いというか、まあ、考え方によっては、まあ、例えば、まあ、1位の健康に気を使うっていうことは、まあまあこれ同感なんですけど、まあ、何をするにもやっぱり体第一ですのでね。で例えば、その遊びとか趣味をしようと思った時に、まあ、体が大切なので、まあ、体が大切だからそういった趣味、遊びもできるっていうところもあると思いますし、そのまた逆で、まあ、例えば私サーフィンとかやっぱり長く続けたいので、そういった目的があるために、じゃあ体を鍛えようかとか健康にこう留意しようかっていうところもあると思うんですけど、まあ鶏卵の話じゃないですけど、あと、まあ、いろんなところも、いろんなこともまあ、ランクインしてまして、であとは美味しいものを食べなかったこととか書いてありましたね。でこれ、まあどう、まあ、こちらを立てればあちらが立たずみたいな感じで、まあ、これ統計なんでしょうね。まあ、まあ、個々人こうそういったああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうのは多分違うと思いますので、この25個全部個人に当てはまる、一人の人がこうランクイン、ランク付けしたものではないはずですので、まあ、そういったことが起きると思うんでしょうけど、じゃあ例えば健康に気を使いながら美味しいものを食べるっていうのも、なんかちょっと矛盾するところもある気もしますし、まあちょっとひねくれた見方ですけどもね。まあ別にこれ、上から順に、まあ、気をつけようとかっていうと、まあ、どうしてもそういった矛盾点というか、つじつまが合わないところもあると思いますので、まあ、自分はその25個、まあ、ランク付けされた中で、まあ、自分に合った、まあ、これ同感だなとか、思ったことに対しては、まあ、自分でも気をつけていこうかなというふうに思いますし、まあ、やっぱり健康第一、体資本ですのでね、まあ、体不摂生してしまったら、体動かないです。体動かないってことは、当然遊べないですしね。はい、
ということで今日今朝 YouTube 聞きながら自分がちょっと思ったことですね、こんな遅くになりましたけども、遅くではないんですけどもね、やっぱり日が沈むのがもう早いですから、ちょっと夜みたいな感じになってしまいましたけどもね。はい、ということで多分しばらくこういう真っ暗な中で、ブツブツと喋る日が続くと思いますけども、まあルーティンというかライフワークというか、まあしばらく続けようかと思いますので、はい、ということでこれで終わりたいと思います、ということで以上。